はい、どうもこんにちは、もかげです。ということで今日はね、ここのところ僕が導入してもめちゃくちゃ気に入っているガジェット、まあイヤホンなんですけれども、それを紹介しようと思っていて、それがねこちらなんですね。ちゃんとこれもすでに僕ガンガン使っているっていうこともあって箱から出していますけれども、これはセイオーディオっていうところから出ているレガシー4っていうイヤホンなんですね。これがね、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃおすすめなんですよ。まあ、音質っていうのがめちゃくちゃいいんですよ。で、このセイオーディオっていうブランドは、ここのところよく耳にするところなんですけれども、中国のリンソールオーディオっていうね、プロ向けのまあオーディオメーカーの、まあ、なんでしょう、イヤホンのこうレーベルと言いましょうかね、自社内レーベルと言いましょうか。そういったもので、まあ、ここのところ、このセイオーディオから出ているイヤホンっていうのが、結構まあ話題になっているんですね。で、このレガシー4っていうのはね、決して新しいものじゃなくて、多分2、3年前に発売されているものだと思うんですけれども、わけあってちょっとこれを導入した結果ね、これがね、思いのほかめちゃくちゃ良かったんで、まあそもそもね、このイヤホンっていうのを僕が導入しようと思ったきっかけっていうのは、まあ、音楽とかを聴く目的というよりもですね、これなんですよ、これ。じゃん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 と、これ。はい。これね、まあ、これもちょっと以前の動画でね、何回か紹介しているんですけれども、この Zoom の H1XLR っていうのはね、まあ、これがフィールドレコーディング用のね、レコーダーとしてこうかなり使えそうだっていうことで、これまでね、なかなかこう使う機会がなかった、こういったこうステレオマイクね、こういったものをね、外に持ち出して、フィールドレコーディングをね、したいなというふうに、ここのところを思っているわけなんですよ。で、そうなってくると、モニタリング用のね、イヤホンであったりヘッドホンっていうのがまあ必要になるわけなんですけれども、さすがにやっぱりこれだけ小さなレコーダーで、なるべくね、セッティングっていうのも小さくしていきたいということもあって、こういったこうモニターヘッドホンね、ヘッドホンっていうのはね、ちょっとこう使いたくないなというふうに思っていて、ちょうどいいね、モニタリング用のイヤホンっていうのも探していたんですね。で、僕は普段のモニタリング用のイヤホンとしては、ここにあるね、シュアーのね、SE215 っていうモデルね、これまあ定番中の定番なんですけれども、これなんかを例えばこう自宅でね、映像編集をするときであったりだとか、あと音楽を聴くときなんかにも使っていて、これをね、代用しようかなと思ったんですけれども、ただしこれ持ち出すことを考えたらね、新しいね、モニタリング用のイヤホンって一つ新調しようと思ったんですね。なので普段はね、シュアーのね、定番の SE215 っていうのを使っていることもあって、もう一つのね、定番でね、ゼンハイザーで IE100 っていうね、同じようにこうエントリー向けのモニタリング用のね、イヤホンっていうのがあるんですけれども、それなんかね、ちょうど、シュアーとゼンハイザー、二つがね、結構有名っていうこともあってね、そういうのを買おうかなと思ったんですけれども、ただ同じようなこうレベルのものを買っても、つまらないかなと思って、さらに1個上のね、IE400 Pro だとかっていうのを購入しようかなと思ったわけなんですよ。そんな感じで、いろいろとこうフィールドレコーディング用にこう最適なイヤモニみたいなのを探していたら、海外のね、掲示板で、そういったこうフィールドレコーディングに関するノウハウとかっていうのが書き込まれているところで、このね、セイオーディオのレガシー4っていうのが結構ね、激推しされていたんですよ。で、値段的に言うと、その僕がね、ちょっと狙っていたゼンハイザーの IE400 Pro なんかと比べると、若干安いぐらいなんだけど、音質はもう圧倒的にこっちがいいよっていう風な、そういったこうレビューだったんですね。特にこのイヤホンっていうのは、音っていうのはフラットなんですけれども、それ以上に、音の場所といいましょうか、どこでどういったものが鳴っているのかっていうところが、これがね、すごくよくわかりやすいっていう風な、レビューだったんですよ。で、そういうこともあって、このね、セイオーディオのレガシー4っていうのは気になっていて、で、日本でもね、値段っていうのはね、3万円を切るぐらいのものだったっていうこともあってね、今回これを導入したというふうな感じで、これね、箱なんですけれども、VGP2022 サマー受賞ということで、だから発売されても2年ぐらい経っているモデルということなんですよね。なので今日はこのセイオーディオのレガシー4ね、使用感等も含めてちょっと紹介していこうかなと思います。というわけで、ちょっとこう、テーブルがごちゃごちゃしていますけれども、もうね、物は出しちゃってるんでね、どういった付属品が入っているのかということなんですけれども、これがね、結構ね、トラップだったんですよ、僕個人的に。箱はこういう風な感じで、ここにこう、説明書っていうのが入っていて、で、あとここにケースっていうのがあって、で、あと、イヤーピースっていうのが、黒とあと透明なものっていうのが、それぞれ3組ずつ入っているっていう風な感じなんですけれども、実はね、僕がね、事前にね、Amazon とかでチェックしていた備品とは違っていて、で、もしかしたらこのレガシー4の1個下のモデルのレガシー2かなという風に思っていたんですけれども、ここにね、ちゃんとレガシー4っていう風に書かれていたりだとか、あとイヤホン本体はね、ちゃんとしたこうレガシー4だったっていうこともあって、聞くとこれ現在ね、このパッケージっていうのはね、
結構こう変わってきているということで、そのパッケージが変わったようなタイミングで値下げっていうのがあったとかで、まあそういうことで、まあ本体そのものは変わらないというふうな感じなんですね。というわけで、まあこういうふうな感じで、ケーブルに関してはね、これ 3.5 ミリのステレオ端子と、で、あとこのイヤホン側、ちょっとあまりね、引き抜きたくはないんですけれども、2ピンのコネクタですね、0.78 ミリの2ピンのコネクタ。ちょっとね、これ2ピンのコネクタって、あんまりこの接続部分っていうのが強くないって話なんで、あんまり、取り外したくはないんですけれども、まあ、2ピンのコネクタがついているということなんですね。まあ、この辺、このなんだろう、手話のね、215とはね、コネクタっていうのが違うんですけれども、まあ、このレガシー4では、よりまあ一般的ですかね、まあ、2ピンのコネクタっていうのが使われていて、でまあ、これまあ表の方はね、こういう風な形で、こう、マーブル模様になっているんですけれども、これ表面のところっていうのは、医療用の天然樹脂が採用されているっていうこともあって、で、肌がかぶれたりすることもないですし、で、あとこのマーブル模様っていうのもね、ランダムに生成されているっていうこともあって、まあ同じものではないんですね。これの左右見ていただいたら分かるようにね、同じものではないんですよね。まあそういうこともあって、こう自分だけのオリジナルというふうな形になるんですね。で、このレガシー4、何がね、お値段以上かと言いますとですね、実はドライバーっていうのが4つも使われているんですね。で、これもハイブリッド型のドライバーっていうのが採用されていて、まあ自社開発のダイナミックドライバー1つ、それとは別に、まあ3つのバランスドアームチュアドライバーっていうのが搭載されていて、その3つのうちの2つっていうのは高音域ね、高域部分っていうのをコントロールするドライバーがついているということで、計4つのね、ドライバーっていうのが、まあ、搭載されているイヤホンということなんですね。まあ、そういうこともあってね、再現力豊かな音っていうのを聞き取ることができるということなんですけれども、あとね、ギミックっていうのがあって、これね、めちゃくちゃ小さいんでね、見えるかどうかわかんないんですけれども、実はここのところにね、1、2っていう風な形で、小さなね、スイッチっていうのがあるんですよ。で、このスイッチっていうのをオンにしたり、オフにしたりすることによって、まあ、低音と中音のサウンドっていうのを調整することができるということなんですよ。まあ、なので、広域部分に関してはね、まあ、2つのドライバーっていうのが再現していて、中音と低音に関してはこういうふうな形でこう自分好みにセッティングすることも可能ということなんですよ。まあ、ただし、この点に関してはね、僕の耳がね、ど素人っていうこともあるんですけれども、僕が普段音楽を聴いたりする分においては、このスイッチっていうのをオンにしようがオフにしようが、あんまり違いっていうのは聞き取れませんでした。で、しかもね、これもすでにね、50時間以上はね、エイジングしてると思うんですけれども、まあそこでもね、わかんないっていうことで、まあ本当に微妙なところでの違いなのかなというふうな気がします。まあただ、いずれにせよね、こういうふうな形で、比較的ね、音の再現性っていうのはフラットなんですけれども、まあ中音域と低音域に関してはこういうふうな形で、自分好みにカスタマイズすることもできるということなんですよ。で、こっからがね、まあ実際ね、僕が使ってみたね、印象みたいな形で、まあこのイヤホンのね、紹介ってね、なかなかこう難しいところがあるんですけれども、まあこれ実際オフィシャルなんかでは高音域のディテールと、あと自然な中域の表現っていうのを強調していて、同クラスの IEM の中で最も自然で生活で、まあ楽しい音楽体験の一つを提供してくれるということなんですね。まあなので、こう IEM っていうのはね、イヤモニのことですよね。インイヤモニターのことなんですけれども、まあまあ、自然な音ではあるんですけれども、非常にこう表現力が豊かであるということなんですよ。で、実際ね、これ最初にね、使ってみたとき、このね、手話のね、215とね、比較してみたんですけれども、これはね、やっぱりね、結構自分でもびっくりするぐらい違いました。明らかにね、やっぱりこっちの方がね、まあ、音がいいというか、音がね、広いんですよね。本当にこうヘッドホンで聞いているのとそんなにこう変わらないように、いろんなところで音が鳴っているっていうのが分かって、で、しかもね、それがまあフラットな音質っていうこともあって、聞き疲れっていうのをね、しないんですよね。長時間つけていても耳が疲れることがないというような感じなんですね。で、あとね、これね、フィールドレコーディング用のね、イヤホンとしても、まあ、すでにね、外でね、使っているんですけれども、やっぱりこれね、便利なんですよ。これちゃんとね、左右っていうのがね、ここのところね、赤くなっているんですね。右側のところが。まあ、なので、こう、左右ね、間違えるっていうこともないですし、あとね、このね、ケーブルっていうのも柔らかくてね、まあ、この辺、こう、すぐね、使いやすいっていう風な感じで、あと、これね、インイヤーモニターっていうこともあって、こう、かなりね、遮音性っていうのがあるんで、こういった、こう、フィールドレコーディング用のイヤホンとしても、フラットな音質で、で、なおかつね、どこでどういった音が鳴っているのか、それがね、ほんとね、すごく良かったです。で、特にね、こういった、ステレオマイクとかっていうのを使うと、このステレオの角度ね、このマイクのこう角度によってね、音の聞こえ方っていうのがだいぶ変わってくるんですけれども、まあ、その辺のね、こう再現性っていうのがめちゃくちゃ高い。まあ、このね、手話の215っていうのを、そのフィールドレコーディングで試しているわけではないんで、これとね、実際比較したらどうなるのかっていうのはわかんないんですけれども、
ただしこれほんとね、エイジングする前の段階ね、最初にね、使った時からね、めちゃくちゃ音がいいなっていう風に思ったぐらいで、その辺に関してははっきりとエントリーモデルの SE215 よりも、音の広がりっていうのはね、まあ、確実に高くて、まあ、音楽鑑賞だけではなくてね、フィールドレコーディング用のイヤモニとしても使えますし、で、あとまあ、フラットな音質っていうこともあって、まあ、映像編集なんかにも使えるかなという風に思います。で、これ音楽を聴いた時っていうのは、楽器ももちろんそうなんですけれども、ボーカルね、人の声っていうのがね、ほんと柔らかく綺麗に聞こえるイヤホンということで。まあ、なので、このエントリー向けのイヤモニね、SE215 だとか、シュアの SE215 だとか、ゼンハイザーの IE100 だとか、こういったモデルから、次ステップアップするっていう風になったら、結構4万円とか5万円とかのね、その辺のレンジになってくるんですけれども、それとほぼ同等か、まあ、なんだったらそれよりも上ぐらいの再現性のものっていうのがね、3万円弱で購入できるっていうことで、やっぱりこのコスパですよね。コストに対しての、パフォーマンスっていうのはね、かなり高いモデルかなというふうに思いました。というわけでね、今日はね、このね、セイオーディオから発売されている、有線のインイヤーモニターイヤホン、レガシー4を紹介しました。これね、結構おすすめなんで、気になる方は概要欄にリンク先やっておきますので、ぜひチェックしてみてください。というわけで、こんな感じで日々身の回りのガジェット等も紹介しておりますので、もし聞いていただけましたら、いいのチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。